ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、第66回配信を撮っていきたいと思います。今、ラノシアの風車群のところに来ておりますが、ちょっとクエがあったので、ちょっとそれから受けていこうと思います。ちなみに先ほどまでちょっと釣りをしておりました。この下海なんですけど、霧が出てきてしまって何も見えない。ちょっとどうしようかな。漁師だと危ないので、双剣士あたりで行きますかね。さて、ではクエをちょっと受けていきますかね。この裏かな。ん？あ、いた。ルートルスイスさんに話をしましょう。グレイフリート風車軍のルートルスイスは風車の様子を調べたいようだ。受注。あら、冒険者さん、見て、この風車。立派でしょ？定期検査をやって、しっかり保守してるからね。そろそろ、今回の調査結果をまとめたいんだけど、羊毛の加工を急いでて手が離せないの。代わりに他の風車番から結果を聞いてきてくれない？3人の風車番から話を聞いたら、風車番頭のバイツアレンに教えてあげて。この人が風車全体の管理をしてるのよ。というわけで受けました。まあお使いかな、これは。いや、相変わらず距離感がね、分かりにくいね。あ、もうスプリント使えたか。まずこのル・ジュマニさん。風車なら今日も絶好調に回ってるよ。手入れは欠かしたことないからね。それが私の仕事だもの、当然だよ。羊毛の加工も粉引きも全部風車でやってるんだから、もしも壊れたら一大事ってわけ。ほう、なるほど。中は入れないし、危ない。そしてこっち、あ、完全に風車の位置にいるのかな。ウェンジルンさん、ウェンジルンさん、こんにちは。定期検査の結果ですね。風車は特に問題なく作動しています。私としてはむしろ魔物の被害が気になりますね。せっかく引いた小麦が魔物に奪われることが増えている気がして。ああ、なるほど。そして最後にこの辺、さっきからね、実はあの子なんでこんな断崖にいるんだろうと思って、釣りをしてる時からずっと気になってた。エシュシュさんに話を。これはおばあちゃんなのか、まさか。外見からわからないが、わしんとこの風車の様子かね。じゃあお前さんもわしと一緒にその目で風車の様子を確認しようじゃないか。血と頬が傷んできておるの。まだ張り替えが必要なほどではないがな。ここの風車に使われている布はもともと船の帆布でいいかな、帆布を転用しておるもんでな、潮風にはかなり強い方じゃ、本なんじゃ。話した。そして報告、スプリント。バイツアレンさんに報告。ルートルスイスたちから風車の定期検査の結果を聞いてきてくれたのか。うん。エシュシュの2番風車だけは少し心配だな。
替えの反布の準備だけはしておくか。先に手を打っておけば、いざことが起こった時に迅速に対応できるからな。そうやってうちの風車群は動き続けることができるのさ。へい。ついでにね、こっち行ったことが多分ない。影が怖い風車の行ったことがないんかな。ちょっと行ってみる。東らの視野。お、到達してしもの。到達してしまいました。これ行っても大丈夫な方30って書いてあるよ、レベル。あーでも行きたいな。30か。ちょっとね、格闘家剣術あたりで。でも30だよな、格闘でも25。しかもね、討伐対象なんだよねどうする。一回ちょっと待って、スプリントをしてからちょっと、あ、でもいけそう。あかん、強い強い、あかんやつやこれ。そう、ダメだねうん、素直に帰ろう。まあちょっと報告するクエがいっぱいあるので、ちょっとそっちを先に行こうかな。でじょん。ですね、裏でクラフター系のちまちまとですね、作っておりましたらそれぞれなかなかのレベルになってしまったという次第でございますじゃあまずどうしようかな。漁師から行くかな。あ、でも調理師だけね、ちょっとねやってないんだよねよし、装備変更。あれ、あ、いいか。次のクエが多分受け入れるという状態。じゃあシシプさんに話を、あ、これ見えないしていきます。キキルン族の思い出の味、漁師ギルドのシシプは冒険者に頼み事があるようだ。ルチューね、シャンメイ、お願いがあるの。漁師ギルドに来たお客さんの相手をしてくれない？キキルン族の船乗りさんみたいなんだけど、自分のためにお魚さんを釣ってほしいようなの。小口の仕事ってことみたい。でも今はちょうどギルドにいる仕事を受けられそうな漁師が出払っててね。シャンメイ、あなたに引き受けてほしいの。今漁師ギルドの入り口でお魚を眺めてるチュチュルンさんよ。話を聞いてみてくれる？あ、外にずっといる子ですよね。なんか可愛い感じの。こちらが、先ほどから。可愛い。ちょっとね、プルプルしてるのが可愛いよね。じゃあ、チュチュルンさんに話をしていきます。チュチュルン、船乗りちゃ。あなた、漁師ちゃ？チュチュルン、ギラギラお魚探してるちゃ。
ラムちゃん語でございますな。お魚ぷかぷか、チュチュルン、見たっちゃ。お魚、銀色、ギラギラっちゃ。お魚、ぴょんぴょん、飛んでたっちゃ。ギラギラお魚、どんな味っち？チュチュルン、ギラギラお魚食べたいっちゃ。あなた、ギラギラお魚、5匹、ツルツルっちゃ。釣り方、シシプに、キクキクっちゃ。語尾にみんな茶がつく種族なんですかね。ではシシプさんに話をしていきます。あらあら、チュチュルンさんは欲しいお魚の名前がわからないのね。だったら親分に相談してみるといいわ。わわらご親分は普段はチャランポランだけど、エオルゼアの七つの海を渡り歩いているからね。歩く釣り手帳なのよ。わわらごさんは今どこに？外？いや違うな。どこじゃ？わわらごさん？どこ？ん？待って、エーテライトの向こう？こっち。あ、あっちね。ん？違う、こっち。迷子。じゃあ、わわらごさんに話をしていきますかね。おお、水だ。あ、わしにお魚さんについて聞きたいじゃと？なんじゃ？あんまり驚かさんってくれ。てっきりシシプちゃんからの刺客かと。シシプちゃんのソルトコットパフを小腹が空いたもんでつい食べてしまったのじゃ。いつバレるかビクビクって、それはどうでもよい。ともかくそのギラギラお魚の情報じゃな。おそらくリムレーンズダガーじゃの、じゃろう。ぴょんぴょんしておるお魚さんは少ないでの。銀色、ギラギラという色合いもまさしくリムレーンズダガーの特徴じゃ。リムサロミンサでは食用にしないんじゃが、南洋諸島の方じゃ出汁を取ったり卵を食べたりするんじゃと。そのリムルーンズダガーは穴場の釣り場である西ラノシアのブルワーズ灯台におるのじゃが、凄腕の証、ガルアイを持つシミなら釣れるはずじゃ。あれ、持ってたっけガルアイって。それとリムレーンズダガーは好奇心旺盛な魚でな、うねうねしたラットの尾なんかに興味を示すんじゃ。さ、頑張って5匹ぐらい釣ってあいつに届けちゃれ。え、持ってる、そのなんちゃら。なくない？え、ないよね。どういうこっちゃ。なんちゃらありないぞ。わからん。この辺にも別にないよね。ん？これは何？関係ない。これは魚類図鑑。What？ ないよ。リムレンズだが、その前に西に行かなきゃいけないのか。これまた後日かな。了解。じゃあ悪いチュチュンさん、だいぶ後になりそう。次はですね、間違えたな今。次は、待って、あ、ハジュズシギルドの報告に行ってこよう。もう完全に忘れとったけど。
あれ？よいしょ。ちょっと破術師の方に行きまして。破術師。落ち。距離が近い。じゃあトゥビルゲームさんに報告をしていきます。おかえりシャンメイ、訓練用の木箱を見せてもらおうか。渡す。うん、ちゃんと回収できてる。初めてにしちゃ上出来だ。お前さんの訓練結果はクリヒアから報告を受けてるよ。あの子お前さんのことを痛く気に入ったようだね。あの子は変わり者だが、戦術策定の匠はギルド1、匠さはギルド1。今後、あの子から多くのことを学び取ってほしい。破術に対する真摯な姿勢は特にね。ク・リヒアのボロボロの魔導書を見たかい？あの子は破術を始めて以来、あの魔導書一筋で税関公社の主任検査官にまで上り詰めちまったほどさ。まあ、破術に没頭するあまり、人として大事なものを見落としているんだけど、そのあたりはお前さんが補ってやっておくれ。さて、今日の話はここまでだ。クリヒアの教えが腑に落ちた頃、また顔を見せに来ておくれ。待ってるからね。さて、いろいろありますが、グリムはハット持ってる。うん。そして次のクエが受けれますので、もう受けてしまおうかな。はい。レベル10。戦術策定の鍵。破術師ギルドのトゥビルゲームは、冒険者に鍛錬の成果を証明させようとしている。おかえりシャンメイ。体調を崩したりしちゃいないかい？健全な思考は健全な体に宿るってね。クリヒアの教えに従い、どれだけ鍛錬したか、その成果を証明してもらうとしようかね。西田の視野でローズリングとジャッカルを3匹ずつ倒してみて見せてくれ。ただし闇雲に攻撃しても通用しないよ。バイオを併用する戦術を学べば勝利という答えが近づくだろう。実戦で効率的な戦術策定の干渉を掴んでくれ。トゥルゲームさん、いつも後ろ向いちゃってるんで、ちょっとあれですよね。あ、近づきすぎた。さて、ではですね、またこれもちょっと西に行った時っていう感じかな。でも西にまあ行く前にウルダハグリダニアか、グリダニアに行くべきかどうかという感じですね。では待ってよ、ちょっと待って、コンテンツ情報、これはキャンプに行く、これは、なんかカニの巣を調べる。これは西に行く。これも西で釣る。というわけで、こっちですな。調理師だけが進んでない。ちょっと今日報告で終わっちゃいそうな感じですね。こっち。どっちからでもいいけど、まあ、火事から行くかな。火事し。火事しも無駄にこのレベル15とかになっております。もう、カンカンと作っておりましたら。
はい、ではプリサイルさんに報告をしていきます。違うな、報告じゃない、次の供養を受けると。製品と制度の関係。鍛冶師ギルドのプリサイルは冒険者に鍛冶師の基礎を教えようとしているようだ。ジュジュ、お、君を待ちかねていましたよ。もう来てくれないんじゃないかと心配で。胃薬の量が増える増える。ですがこうして来てくれたのですからね、君の才能を必ずや磨き上げてみせましょう。というわけで君の基礎をしっかり固めますよ。クロスペインハンマーを3個生成してみてください。これは僕たち鍛冶師が使う道具の一つですね。材料はブロンズインゴットとメープル材と草布。ブロンズインゴットの製作はもうお手の物ですよね。では材料調達はいかがでしょう。採掘師ならば銅鉱や鈴鉱のような鍛冶師がよく使う材料をザナラン地方で収集できます。掘るとこあった？あるいは鉱物を好むゴブランという魔物を討伐することでも手に入れられることがありますよ。それでは君がどう聖堂を加工してみせるのか期待して待っています。頑張ってくださいね。ザナランってウルジャハじゃなくて、ちょっと待ってよ、この辺ラノシアってとこだよね。ザナランウルジャハの方だよね。あ、もうあれか、国を移動しないとダメなんだね。へえ。じゃああとこの報告をカチューシ。じゃあクラネーさんに、なんとかプレートの12枚渡します。今回は自分の力不足のためご迷惑をおかけして申し訳ないっす。ブロンズプレートを12個よろしくお願いします。しゃあないの、渡す。これが先輩のブロンズプレート、じっくり見せてもらうっす。じっくり見ると先輩の仕事の丁寧さがこの目ではっきりとわかるっす。素材のブロンズインコットの扱い方からして先輩の仕事は自分とは段違いっす。ブロンズプレートなんて基礎の基礎、早くこれを素材にした鎧や盾を作ってみたいなんて甘いことを考えてましたっす。基本をなめてかかったからこそ自分は仕事をきちんと果たせなかったっす。いいブロンズプレートがなきゃ頑丈な鎧や盾なんて作れるはずないっす。もはや反省しかないっす。これからは先輩を目標にして真摯で丁寧な仕事作業を心がけるっす。そしていつか先輩に追いついてみせるっすよ。だから先輩もサボったりしないでいつまでも自分の目標でいてほしいっす。そうだ、先輩知ってるっすか、ギルドリーブの制作家業を受ければちょうどいい修行になるっすよ。冒険者ギルドのチャ・モクリさんから受けられるっす。先輩もギルドリーブでもっと腕を磨いてくださいっす。自分その背中を見て頑張るっす。おお、ちょっと待ってよ、上はくれるやつだね、こっちから選ぶよね。待ってよ、うん、でも持ってんだよな。お金。コンプリート。そして、ハーナンダさんの次のクエを受けたら、ちょっとここまでにしとこうかな。こうなるカチューシ。カチューシギルドのハーナンザは、冒険者に新人カチューシの相談に乗ってもらいたいようだ、受注。ああ。ちょうどいいところに。よく来てくれた。仕事だ仕事。毎度すまないが、また新入りの尻拭いなんだ。今度は、デウストウィダっていう若い子だよ。彼女に任せたはずのバルビュード・デラックスとバックラーが一向に仕上がってこないのさ。デウストウィダは真面目だし、しっかりしてる子でね。できない計画を立てて、
仕事の安請け合いなんてするはずないんだ。ただ彼女は図体の割に気が弱くてね。それで何かのトラブルに巻き込まれて言い出せないでいるんじゃないかと心配なのさ。そういうわけでギルドの先輩としてディズストビダの相談に乗ってやってほしい、頼んだよ。というわけで受けましたが、でも相談はすぐできるっぽい感じかな。話までは聞いちゃおうか。もしかしてあなた、ナンザ先生に頼まれた方ですか？私なんかのためにわざわざすいません。ごめんなさい。反省するだけならば誰だってできますよね。本当にすみません。実はその言い訳するわけではないですが、ないのですが、少々落ち込むことがありまして、仕事も手につかなくなりこんなことに。はい、恥ずかしながら先日私が作業をしているとブランシュテルと名乗る甲冑師が現れました。何でも古参のギルド員の方だそうです。ブランシュテルは私の作った武具を見てや、これが甲冑師の仕事かと怒鳴りつけたのです。その顔、その言葉、その姿が頭から離れず、自分の仕事がお粗末なものに思えてきて、仕事が手につかなくなってしまって、もう私どうしていいのやら。せめて悪いところを教えてくれれば直す努力もできるのに。ですがあの人恐ろしくて、今の今まで誰かに相談もできない始末。本当に不甲斐なくて申し訳ありません。よろしければギルド周辺にいるらしいブランシュテルさんを探して叱責の理由を聞き正してもらえませんか？めっちゃそばにおるっぽいけど、ちょっとどうしようかな。聞くとこまで行こうか。話すだけっぽいからな。なんか最終的になんか作れって言われるのかな。周辺こっち、いる。怖っ。いかにも我が名はブランシュテル、真なる甲冑師の道を追い求めるものである。我が元に現れた貴様は何者だ？デルストビダを叱責した理由を教えろと。なるほど、あの半端者のためにやってきた甲冑師ギルドのものか。大方仲間の絆などという技術に無用なものを重んじるハナンザの入り知恵だろ。あの女が指導する輩の実力など知れたもの。腕のない甲冑師とは口を聞くつもりなどない。まして叱責の理由を明かす義理もない。立ち去る気もないか。ならばお前の行動で、そして技術で価値ある甲冑師であることを示してみせよ。そうだな、九段のディルストビダとかいうものが作っていた武具をお前も作ってくるがいい。バルビュート・デラックスとバックラーを一個ずつだ。全ての話はそれを見た後だ。なるほど。というわけでちょっと今回はここまでにしますかね。仲良し。まあそんなわけで、第66回ここまでにします。ではまた次回配信でお会いしましょう。失礼します。